シェルフリーチャンネル。あ、ここから入れる？あ、ほら、俺今言っとった。うんうんうん。真ん中から行かれんちゃうかい？行かれるって言った。え、じゃあこ、あれは見に行かなった。この、ここか。これこれ。フィッシャー？うん。フィッシャーが最後。最後。うん。うん、マストまずこっち、ここね、ここら辺周辺ね、今日はここじゃ、それこう行っていけば、あの、なんかな、宝生っていうか、宝座の跡のあるって、これ、いや、これじゃ、これじゃ、これか、これか、どっちかよ、これかな、これじゃ、うちの近くの、これは太かったらはっきり分かるって、うん、これは観測所、うん、あ、観測所の北側にあると、が、これ、これ、これじゃ、うん、これか、これか、どっちかにある、で、これ、これは。それは見たことなか。これ違う、ほんの話。うん、前ごと行くや。ここたるまで行って発電所行って、こう行こうや。うん。うん。うん、これ分かってると。これとこれ。ああ。うん。だから水量がいい。これもなんか、ね。ここかもなんか行けそうね。うんうん、なんかあるね。うん、うん、うん。なんだろう。ここが発電所よね。この。基礎がね。あった。どこ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 。え、くぼみはある。くぼみはある。はあ、なるほどね。本当だ。ここにずーっとくぼみがあるね。だいたい何メートルぐらい？1、2、3、4、5、6メートルぐらいのくぼみ。来た？あった？よし。え？向こうのところ用意取ったよ。この前のと一緒じゃなかった？俺そうゼロ。え？どこ？いや違う。この前見つけたのと。違う？まだ向こうじゃん。あの大きかと。うん。急行。だいぶあるからもん。急行放座。ここが四つぞ。あ、それ違う。ねえ。これ違う。これは近かもんだ。ここにあの教えてたもんね。うん、下は。うん。ロープは一本持ってよかったな。そう、装備がね、装備が足りないんですよ。すまない方になった。50m の。お、いいね、50m。あ、カラビナ。あ、なるほど。分かった、分かった、分かった。分かった、分かった。あ、向こうにとって。うん。ちょっと小さいかな。うん。よいしょ。なんていうことない。小野さん。え？めっちゃそこに走ってる。え？あら、目の前が道。あら、目の前が道。あら、ここやろ、ここ、こう、こうやろう。あ、そうそう、これからこう、こう、これ。あ、こう、こうか。うん。うん、ああ。で、それはこれが弊社になるね。ああ。やっぱり。そこね。それからこう。じゃあこう行って、こう行ってみよう。きつだね、枝がサンタはだね。やぶてね、うん、そうさ、何回も飛ばってな、どうかな、今かな、あ、そうね、まず仕事もね、うん、あ、ありますよ、うん、隠しちゃってきた穴にね、うん、うわ、もう土砂が埋まってしまってあれだけどね、へえ、見える中さあ、懐中電灯の出番だ。うわあ、でも綺麗石、キラキラ光っとる。ほら、銀色に光っとる石が。
石が綺麗、うん、もう崩れたとかいね、うん、上から土砂の積もってきたこと、ほら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 、あとは人為的に増えたかね、うん、待って、うん、そうじゃなかと危ないですね、うん、上からセメント見えないはずじゃん、ばだからもうここ上に土があるってことは、うん、中流から言われとって、もう埋めろって、埋めろって命令で、ああ見てこれ、セメントこれ完全な、うわぁ、これ熱さよ上から爆弾の落ちてきてもらった、大丈夫なように、うわぁ、ほんと文化文化、うわぁ、一面と意地悪とこら、あ、浜の一度、箱できとる、ほんとね、はぁ、何回もあるって思い出せず、ここのあれは何だろう、この岩の穴、え、ある、これ自然にこんなあかんでしょ、うん、かといって雨がポタポタするほど向きが違うし、うん、何かあったっけね、うん、ねえ、石全体ね、うん、ここにたどり着きましたか、遊歩道、そう、結構観測所がそっちなので、うん、方向的にはこっちと思うんですよ、この辺、もっと向こう、もっと向こう、こっちの方面で、うん、だけど、あの、観測所に戻ってから出発したが確実です、うん、反対に来た、うん、そうそうそう、あ、反対に来た、90度ここに来てしまった、ここに来てしまった、向こうかなってね、海岸の方じゃね、こっちが海岸ですよね、うん、ただ向こうかなってね、あ、じゃあやっぱこの前のと違うね、これは初めて見た、これほら、はあ、あ、初めて見た、ほれそう、やっぱ、あ、ほら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 、だいたい2メートル直径、うん、2メーターぐらい、ね、2メーターぐらい直径の深さがまた穴開いとるよ、ちょっと降りれるかな、あ、深か、深かえ、深か、深か、おお、結構あるね、本当、うん、深さがね、2メートル近くあるね、あー、よかったか、最後になって、おー、あー、俺、綺麗にしとるって、うん、綺麗、おしめんとししとるね、うん、ほら見える見える、うん、ここか、うん、おー、小野さんが上行くの、俺たち下から、うん、下からちょっと探しましょう、うん、そう遠くにはないはずなんですよ、あった、あった、ちょっと跡がある、何、地下の穴はある、穴はある、あ、うん、あ、行くとき見たった、見た穴だ、うん、ここは見て、と穴の開いとるって、え、そこ穴、おう、え、穴にこれ、穴の中ってね、穴の中、あ、違う、あるとってね、そう、穴あると、ちゃんと、うん、こっちが、これはもう、この新発見、え、ちょっと待って、それもこれはあそこに行くときに見てきたけど、あ、その地図には載ってないね、うん、載ってないんですか、載ってないね、中よ、そう、ここ今ここあたりじゃんね、うん、ここあたりじゃんね、おかしかね、すぐ上のはずじゃんね、もう一回、もう一回行ってみよう、もう一回行ってみよう、
もう一回、三度目のアタック。お、あった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 、すごい、うわ、おお、これはこれはすごいよ、うわーすごい。え、ハリガン来てごろし。で、多分ね、両方出入り口がある。二つ。中がつながってるように。ここにな、ああ、この字型にね。うん。うん、これなっとる。まあまあ、道側にずらせるけどね。うん。うん、下側ちょっとね。うん。いや、行ってみようよ、行ってみようよ。これでわからん、スタイ。うん。すごー。ああ、こんな俺のあれだ、ヘッドライト持ってくる。あ、コウモリがいる。お、おるった。おぉ。ほら。おー、女子だ、女子だ、ちょっと強い、強い蛍光灯いりますよ。じゃあ無理無理無理、男の向き、うん、小野さん先頭、小野さん先頭、あ、電池持ってるぞ持ってる、うん、私も電池持ってるよ、うん、でも多分あそこ土砂崩れで多分行かれんようになっとるみたい、奥がすごい。でもちゃんと通路じゃろか、多分避難号とか、うん、連絡号とか、うん、わあすごいね。ようでもあんまり土砂の入り込まんね。わあ綺麗、キラキラしてて、うん、し、お、涼しい、涼しい、うん、本当、15度くらい、15度くらいだよ、あ、本当だ。あ、いいね。ヒヤヒヤする。あ、大発見。うん、大発見。わ、見て、ここ、これもなんかこの、うん、模様じゃない？これやっぱ置き場とかなんとかあったとじゃろ？置き場？うん、どれ？あー。ね、こうあんとこが。うん。ね。うわ、すごい。ちょっと。いやー、すごか。見てたね、しか。すごか。ね、いやー、すごっ。もう見つけたね。実は、明日ね。うん、あ、なんかね、上からポタってきた。あ、水だろ。水で行きます。あ、水滴だし。待ちと慣れればね。うん。あ、ほら、色に入れる人たちまだ待ってる。そった。全然見えんと思った。行き止まり。それで終わり。土砂崩れ。あ、すっさ。多分こう天井が高いから十分あるけどね。うん、あ、本当だ、ここ土砂崩れか。多分昔は通じてたんだと思うんだけど。ここまでか。あ、ここまでだ。え、嘘。うん。あ、これ大発見だ。うん、すごい。もう一個の出入り口もあるはずじゃん。うん、そう、それも見たいのよ。どうでしたっけ。うん、できるだけ照らします。もうずっと行かるの。あー、ほんとだ、行けない、そこまで放って行けば行けるわー、コウモリが放って、そこまで、それで何メートルかな、そうね、30m40ねぐらい来たかな、うん、あー危なかね、うん、何考えた、うん、あら、でもこれ崩落した岩はあれだね、ちょっと昔崩落したっぽいね、あー、なんてないね、そう、最近じゃなさそう、最近あー、かもしれんね、あー、かもしれん、おお、あ、じゃあやっぱ爆破であれかな。おー、すごい。よし、じゃあ U ターン。ああ、最高。あ、やったわ。ここなんかあれじゃない？クイ、なんかこう明かり取りかなんかかな。うん、なんかランタンぶら下げたりとか。うん、刺さっとるね。うん。刺さってる。へえ。
ここにも釘がある。なんかこうね、うん、明かり取りに。これ違うか。これなんか偉い。そうね。あのな、カジコモリの巣じゃない？違う。わからん。読みたことないよ、コモリの巣って。蛍に来るわけなかったカジモリ。そう。多分あえて鳥か知らんけど、うん、運んできて。うん。ほら、ブルブル来るね。ブルブル来る？来ますか？あ、本当、あららら、本当だ。何の？あの、ボロボロ崩れるって。うん。ここ一番からこの大きいところに来るの、ダソブルとか。へぇー。うん。きれいに剥げてる。おぉ。これは前で引っ張ったっちゃうかってね。入り口が大。そうね。一見に行くのが中じゃん。うん。次元に来るから。まあ、もう。うん。これを、で、マスト当たっちゃうっていうのが、うん。で、これ土砂がある程度ね、うん、流れ込んでの斜面やろ。あ、よかった。うん、よかった。うん。よやっとしたよ。うん。すぐ見つけたわけじゃん。暑い、外出たら。大体15度だよ。蒸し暑か。本当。もうちょっと下れば海道やろ。そこ、うん。忘れ物はない。これ誰かバツしたのかな、わざと。え？これ。バツ？たまたまだろ。たまたまか。いや、感じなくても。入るなっていう。あ、これ。あ、ほんとだ。これが弊社、うん、弊社とか。うん、あら。これは、あ、そっか。向こうまである？うん。これ？うん。ただ広場かなんか知らんばって、これがこう、あ、媒体、媒媒。ね、建物の。洗濯物干し場。あ、え、あ、違うか。なるほど。ここに弊社があったんだ。これは綺麗にね、うん、作ってるね。沈めはほら、引き継ぎさんの時に。うん、すごい上手。うん。任せとけって。石田さんのおったせんね。うん。あの、ほら、やっぱ、土建業が栄えた。あ、そうね、うん。みんなもお手のもんやったらね。鳩もね、力学でやっぱ。